筑豊ラーメンという名前を全国に広めた、いわゆるもうその旗頭が山小屋ラーメンさんだったそうなんですよね。ですよね。もう最初のその筑豊ラーメンもね、ええ、そのそれはやめときってからみんなから相当反対されたんですよ。筑豊ラーメンというネーミングがですか、はい、名前が、うん、あのイメージが悪い、柄が悪いところにそのおかしいってからやっぱ言われてたんですよ、はい、でこっちに来て初めて気がつくのは、はい、あのものすごくあの気は荒いけど、ええ人情味がある。なるほど、うん、なるほど。お客さんからやっぱりいつもね、ええ、お前 なしか今日のラーメンは麺が伸びてどの子のってからものすごく怒られるんですよ、はいはい、でもね、ええ、また来てくれるんです。なるほど、はい、人情味がある、はい、うーんみんなね周辺の人は、はい、博多ラーメンとかね、はい、長浜ラーメンとか、はいちょっとね、ええ、拝借してそれつけた方がいいよってか言うんですよ。筑豊ラーメンはイメージが悪い、うん、みんな言ってましたからね、はい、いやもう新たにねブランド作りするのはもう、はい、よそのね、ええ、名前を拝借するしてもね、ええ、独自の独自性が出らんから、はい、もう自分これをつけるって筑豊ラーメンでいくとそれをずっと堅くなに30そうなんです数年間守り続けてこられたと、はいはい、でも今やその山小屋ラーメンさんイコール筑豊ラーメンっていうのでもう全国に知れ渡りで、ね、海外にまで、はい、うん まあその当時たまたまね、ええ、よくお客さんがね、はい、のれん分けしてくれってかこういうお客さんがいたんですよ。お客さんが、うん、でそれはもう全部断ってたんですよね、はいはい。でうちの子供がそれならフランチャイズをこうやってみたら面白いんやないか、はい、ということでね、はい、たまたまそのあれスポーツ新聞やったもんね、はい、があの広告の欄がね広告会社の人が、はい、広告の欄が一行余ってるからそこあの店のね、はい、お店の宣伝を入れませんかと、はい。でいやもううちお客多いからもうそんなんいらんよって言ってたんですよ。でもどうしても埋まらんからもう1週間ね、はい、なんか2万か3万かで、はい、もう1週間続けてずっと入れとくから、はい、あのどうしても載せてくれって言うんですよ、で店の宣伝をするのもなんやからと思って、まあ、あのフランチャイズ募集をね、はい、入れたらそれから来たあの、はい、すごい反響があってですね。なるほど、はい、その反響の背景にはもうその山小屋さんの評判が知れ渡ってたっていうの。そうですね、まあ、それまではずっとあの創業店でずっと創業店1店舗だけで、はい、やってましたから。じゃあ25年ぐらいは1店舗でやってきて、はい、そうですね、で25年間1店舗でやってきてて、はい、そこからフランチャイズと直営チェーン展開を始められたんですね、はい。フランチャイズをやったきっかけにね、はい、そのああいうこんな本当広告でずっと来たからですね、はい、営業マンも全然置いてないし、はい、その当時は契約書もただ載せたらもう明くる日に、はい、あの加盟させてくれってくるんですよ。反応率が良かったわけですね。ものすごく良かったんですよね、はい、で手応えはものすごくあったんですよ、はい、でフランチャイズのその事業をやりだして1年後にこれは会社作ってね、はい、その時はまた個人やったんですよ、はい、株式公開までできるんやないんかというのがあってですね、でもう会社作った当時からもうそういう思いでずっとやってきたんですよ。なるほど、はい、じゃあもう会社 YS フードさんという名前の会社を作った時点でもうある程度上場を見通していらっしゃったわけですね、はい、そうなんですね。そしてすぐあの持ち株会とかも、はい、作って、はい、社員持ち株会作られて、はい、その目標がね夢なんですよね。夢、うんうん、でその夢に向かってやっぱりずっと突っ走ってきたからですね、うんうんうん、会長のですね、はい、その創業当時からの夢っていうのはどういうふうに変遷してきてらっしゃるんですか。これはもう本当たわいもないことなんですよ、はい、あの当時はね、ええ自分はあのスズキのフロンテというあの軽のね細かい車に乗ってたんですよ、はい、でお客さんがね、はい、そのいい車乗ってくるんですよね、はい、
で当時はもうそのお金がないし そんな車買える余裕もないし、でもね、いい車に乗りたいというのがやっぱりあったんですよ。なるほど、うん、絶対俺はもうベンツに乗ってやる自分は思いでねずっとやってたんですよ。うんうん、そうやって一個一個夢を叶えてきて、そうですね、その夢の延長線上に上場というのがあったということですか。もうあの当時は全然それは考えてなかったんですけど、まあ、会社を作る時にもそういう時からもありましたから、じゃあ会長のおっしゃる夢というのは叶えるたんびに新しい夢を設定してまた次の夢を叶えてっていう段階的にこう新しい夢新しい夢っていうのを設定して叶えていかれているわけですね。そうですね。